学年こそ一つ違っても同じ小学校で同じ夢を追いかけてきました。日本代表になること。顔も似てるって言われますし、家も近いですし、まあ縁なんですかね、分かんないです。彼が常に僕の前を走ってるんで、まあ、それにこう追いつこうと僕はしてるだけなんで、だからそこに追いつけれればずっと多分一緒にプレーできるだろうなという感覚であります。サッカークラブだけではなく、小学校も中学校も一緒、そしてプロでも。青が活躍してるからこそ負けたくないっていう気持ちも大学時代思ってましたし、そうやってやっぱ近い存在が上に登っていくっていうのが刺激になって後押ししてくれたと思ってます。常に上を目指すきっかけをもらってるんで、だから変に満足することもなく、常にこう前を走ってるんで、まあ、そこに追いつこうとただただがむしゃらにやってるんで、まあ、そういう意味ではすごくありがたい存在だなというふうに思います。じゃあ本人は知らないですか？いや知らないとは思いますけど、知らないですね。恥ずかしいですね、なんか知らないと思いますね。きっと彼も思ってると僕はそう信じてます。はい。なんかこれなんか僕は一方的に片思いになるので、彼もそう思ってると僕は勝手に思ってます。世界に飛び出したのは少しだけ田中選手が先でした。でもその2ヶ月後、今度は三笘選手が。そして2人の人生が再びワールドカップのピッチで交わります。